はいどうも、ちしおイケメンです。ということで、今回は、そう、茶化箱開封ですね。1周目、2周目と来たら3周目をやらないわけがないでしょうということで、ね、早速やっていきたいと思います。今回はね、朝の国、都に来ております。今ね、激アツの都に来て、そう、都の王様がこの人なんですね。だから、王の権威の力によって、そう、今回はね、あたりを引いていこうと思います。前回ね、あたり引けましたが、まあ、黒石の、まあ、1000個入った袋ですね。しか出なかったので、ちょっともうちょい狙っていきたいと。まあこっち600億かけてんだぞということで、早速やっていきましょう。そしたらね、買うんだけど買うんだけど、そう、あのね、そう、今の所持金を見てもらえば分かる通り、買うとね、破産します。はい、買うと破産します。残りのねシルバー、取引所とかにも入ってないので、259万です。これでは何もできませんね。まあ、きっとこれで、そう、いろいろやらせてくれることでしょうということで。じゃあそしたら、おお、なんかウトリとかも出てきたわ。じゃあ、あの人たちの力もね、いただいたということで、じゃあやっていきましょう。それじゃあ210個開封いきたいと思います。さあ、まず1個目。さあ、喜んだら止めます。喜んだら止めますね。さあ、ガンガン、ガンガン開けていきましょう。今回も喜んでほしいと。まあね、一回だけ黒石1000個の箱だけで終わられたら、大赤字ですよ、こっちとしてはね。お、黄金馬いいですね。マイレージもちょくちょく出ていくと。さあ、箱が返ってきてますよ。さあ、なかなか、あ、今日いいんじゃない？馬2匹も出てんだけど。さあ、20回開封したかな。まあ、帰ってきてからもっと開封はしてますが、さあ、どんどん、さあ、どんどん、マイレージでかいっすね。けど、今回は、まあ、いろいろ狙っていきたいものがあるので、そっちが出ることを願ってる。きらめくシャカトゥの印象とかも、前回結構ね、出てくれて、もうすぐね、謎の称号光の勇士が取れそうだったので、そう、欲しいんだよね。だから、あの辺も狙っていきたいとかですね。箱結構帰ってきてるね。いい感じですね。で、さあ、クロンが出るけど、なかなかあれですね、当たりが出る気配がないね。当たり出てほしいけど、出てほしいけど、なかなか出ません。どうして出ないのでしょうか。さあ、こんなこと言ってる間に、もう50個開けようとしています。いや、なかなか出んね。そう、スキップずっとして、押してるんだけど、なかなか、お、おお、止めるべきだった。また黒石箱1000個来ましたね。いや、よかった。いや、これはでかいんじゃない。そう、1000個来てくれたから。いや、けど、前回1回喜んだんでしょ。今回2回喜んでほしいなって思いますね。いや、止めれんかった、今の。びっくりしてスペース押しちゃった、俺。だけど、いいね。お、けど今回割と、いろいろ出がいいんじゃないかなと。前半の方で結構出てるので、いいんじゃないかなと。さあ、残り150個ぐらいになってきます。こっからね。いや、まだまだ残ってるから、まだまだ確率あるよ。喜んでもいいんだぜ。なかなかならん。早く押しすぎると、次失敗しそうなんで、ゆっくり押します。ちょっとね。いや、なかなか、来ない。喜ばないね、マジで。いや、けどさっきね、1個出たんで、とりあえず最低でも1個。って感じだったので、出てくれて嬉しいですね。強靭な森の足跡が全然出てない感じがしますね、見てる感じ。さあ。いやーけど、きらめくシャカトゥの印象出てほしいんだよな。光の粒子欲しいから。どうかな？マイレージとかばっか出てるね。そっちも出てほしいんだけどね。どうかな？なかなか出ませんね。さあ、どんどん開封していきましょう。やべえ、マジで。全然。いや、今回も結構スルッといくな。いや、けど、1個出てくれたから、とりあえずね。とりあえず。いや、けど、心臓とかのさ、高額商品の方も、ちょっと欲しい気はしますよね。一応、クロンだけど、クロン15000とかね、引けると結構でかいんですけど、あの辺も引けないかな、どうかなって思いながらやってます。1000をね、とりあえず引けはしたんですけど、もうちょい欲しいよね。
なかなか成功しませんね。さあ、喜んでほしいよ。もう一回喜んでほしい。ちょっと一周目なしだったから、二周目2個、いや、三周目2個いってほしい。二周目1個だったからね。一週間に1回ぐらいさ、そう、200億でやってさ、喜ばないってやばいから。もう一回ぐらいよ。お!いいね!でかいよ。あと4回当たったら来るんで、いいね。さあ、そろそろ100回開けたかな?まあ、箱返ってきてるんで、もっと開けてるけど、やばくね。いやけど、きらめきシャカトゥーの印象は嬉しいですね。あと、多分、275個スタートだと思うんで、あと4回当たってくれれば、今回交換できますね。いや、当たってほしいな、あと100回だけど。当たってほしい、マジで。さ、中。いや、マジで、お願いします。いや、なかなか出んね。きらめきシャカトゥーの印象も全然出てないですね。今んところ1個なので、なかなか。数が出てないって感じがしますね。さあ、ついに100個切った。もう一回喜んでほしい、マジで。いや、一周目の分を。くれ、俺に。一周目の分をくれ、俺に。一周目の分を。お願いします。なかなかこんすね。けど、今回は割と引きいい方な気がします。過去1じゃないかな、現状だと。いい感じで引けてるので、いや、きらめきシャカトゥーの印象欲しいけど、なかなか来ない。いやー、もうちょいで来そうなんだけどな。来ないね。きらめきシャカトゥーの印象来てほしいけどな。いやー、シャカ箱帰ってくる。なかなかシャカ箱帰ってくるの今回少ない気がしますね、ちょっとね。さあ、どうだ。いや、なかなかマイレージとかだな。きらめきシャカトゥーの印象か喜ぶアイテムが欲しいとこなんですけど。いやー、喜んでほしいな、そろそろ。もう一回。もう一回お願いします。マジで。箱がちょくちょく帰ってきてるけど。ああ、森の、巨人な森の足跡も結構いい感じに出てきましたね。あ、釈迦箱ちょくちょく帰ってくるけど。いや、頼むぞ、マジで。マイレージ。いやー、きらめき釈迦の印象もうちょい欲しい、もうちょい欲しい、頼む、マジで。謎の称号欲しいよ、光の勇士。いや、欲しいんだけど、ダメか。さあ、残り70個。結構進んできたね。いやー、なかなか出んねー。喜んで、欲しいけど、喜ばない。喜ばなくても、きらめくシャカトゥーの印象が、欲しいけど、もらえない。いやー、頼むぞ、マジで。頼むよ、欲しい。お願いします。マイレージがとんでもないことになってる。13回ぐらい当たってない。いやー、喜んでほしいな。それより、まずは。いやー、どうだ。さあ、残り50個に迫ろうというところ。どうだ。きらめきシャカトゥーの印象か、喜ぶアイテム、マジでお願いします。いや、頼む。そこが欲しいんよな、正直な話。さあ、箱が帰ってくるけど、そんなに、いい感じには、ならない。あー、50回切った。さあ、あ、シャカトゥーの衣装、オッケーオッケー。あと3回。あと3回来てくれれば、終わりですね。頼むぞ、あと3回頼む。ひらめきシャカトゥーの印象でもいいや。喜ばなくてもいい。そっちでもいい。頼むぞ。いや、シャカトゥーの印象出てほしい。出ないね。なかなか出ません。なかなか出ません。残り15個だから、あと3回引ければって感じなんだけど。いや、それか喜ぶアイテム。ガーモシンとか出てほしいよね。結局出なかったの辛くね。結局出なかったとか辛いよね。お、一回増えたね。なかなか。きらめきシャカトゥーの印象が欲しい、本当に。それか、喜ぶアイテム、どっちか。どっちか頼む。なかなか来ない。なかなか来ません。さあ、黒石。あ、残り30回になった。頼むぞ。こっからラストスパート。あ、戻ったわ。ラストスパート、もう一回。頼むぞ。いや、なかなか、いやー。なんかさ、目的にはさ、近くで止まってるんだけどね。そう、喜ばないと確定しないので。喜んだら確定でいいの出るんで。いやー、頼む。もうちょい欲しい。もうちょい欲しい。もうちょい欲しい。いや、もっと欲しいよ。きついって。きついって頼む。頼む。
1周目の分の喜びを俺にあと20個切ってくる。そろそろ。さあ、これで残り20個。いや、頼むぞ。マジで。頼む、砂漠。頼むぞ。箱増やしていく。いいよ。いいよ、そういうの大事。いや、マイレージはいい。マイレージはいい。いやー、記憶の範囲。頼む。全然出ないじゃん。頼むよ。いや、けど1個出たからいいのか。いや、けど、もう1個欲しい。俺は強欲だから。頼むぞ、あと15個。喜んで欲しい。それがきらめくシャカトゥの印象を3つくれ。頼む。どっちか。いや、どっちももらえなさそう。頼むぞ。さあ、1回また増えていく。増えていくけど、引けない。頼む、マジで。いや、なかなかねえんすね。残り10回。ラスト10。いやー、ダメかー。お願いします。頼むよ。あと8個。きらめきシャカトゥの印象3つ出て、喜べ。頼む。喜べ。もう。頼む。それ以外出るな。頼む。喜ぶアイテムか。あっちで頼む。全然ダメだ。頼むぞ。あと4つ。いや、もうこっから、もう全部、きらめく印象か、あれだと思うんで、喜ぶアイテムか、どっちかだと思います。おっと？おい、違うだろ？頼むぞ。いや、もうこれ、あれだ、喜ばんか、もうきらめく印象が無理かもしんない、この感じ。あ、無理だった。やばい、喜んでくれ。頼む、頼む、頼む、マジで。お願い、お願い。一周目の分のマイナスを、俺に返させて。ダメよ。頼むぞ。ラスト、ラスト、一周目のマイナスをマジで返してくれ。お願いします。頼むぞ。さあ、20秒で押します。おい。はい、ということで、まあ、今回も、まあ、クローン石は袋のね、1000個入りが出てくれたんですが、結果としてはね、こんな感じになっています。いやー、いいね。いいね。まあ、ボルクスは結構あるんですけど、まあ、先週と大差ないかなっていう感じの結果になりました。いや、クローン先週ね、もっと出てたと思うから、そう、ちょっとね、マイナスでかいかもしんないね。ということで、いやー、ちょっとね、やっぱ、自分トータルとして、ギリトントンか負けです。って感じですね。まあ、一回喜んでくれたんで嬉しかったんですけど、まあ、クローン石箱。クローン石の入ってる袋だね。クローン石袋が1個っていう結果でした。ということで、3週間、買った結果をね、見て皆さんどう思ったでしょうか？まあね、こう、ね、思ったことをコメント欄に書いて、そう、そう、気持ちをチャンネル登録やいいねで、教えてください。もう、もう辛いわ。いやー、ちょっとマイナス取り返せるかなって思ったけど、さあ、まあね、そんなことはなかったということで。皆さんもね、釈迦箱イベント一発はね、当たればマジで強いんですけど、そう、今回はそこまで当たんなかったね。高額アイテムっていう意味で考えると、まあ、黒石袋1000個のみですので、高額アイテムは今回ね、なしという、まあ、鹿を持つの心臓しかりね、なしという結果になりました、600回明けで。マジマジマジって思うけど、そう。まあ、ここをね、最後に見ていきましょう。当たり枠としては、まあ、きらめく、まあ、破壊守護生命の錬金石、ベールの心臓、ガンモスの心臓、で、黒石袋が5000と1000個、で、火の光明石一撃、まあ、ここまでが当たりのラインです。僕はね、今回ね、黒石袋の1000個入りを2回引くことができました。600回ね。600億で黒石袋2個です。はい。あとは、まあ、ここら辺の下の方のアイテムが出たという感じですね。王様、この調子だとさ、もう、ダメだぞ、朝の国。終わるぞ、ちゃんと。ちゃんとしてくれよ、ということで。もう意味がわかりませんが、そう、王様に文句を言いながら終わりたいと思います。それではね、次の配信でお会いしましょう。じゃあね、なんじゃこれ。